はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人、はじめまして、シラコングです。今回レッドゾーンでファーストスヒュー力値かな、やっていこうかなと思ってます。左から3凸1凸1凸、無凸1凸 2G、 これの 2G です。リンクレベルはね、まあまあ普通の高め、低め、高めで、隣のコックベージマックス、マックスで、フレンドは知らんです。高め、普通か。やっていこう。まあ必殺封じが最初入るみたいなんで、それを入れつつやっていきたいね。フュー、まああと回避入れつつやっていきたいですね。これでとりあえずプラ4にしてっていう感じでいこうか。あ、待てよ、これって必殺封じ入るっけ。うわ、入らん、怖っ。怖すぎる。そうか、あれか、極ベジがいるから入んねえわ。完璧存在忘れてた。あ、入るわ。入った入った。あ、入るんだっけ。 OK OK、 ナイスナイスナイス回避。さあ頼むぞ。ピッコロさんはね、激ヒーローがいるとダメージカットもつくの。てか、全画プラスダメージカットみたいな。あ、そうだ。で、ピッコロも、あれですね、あの、必殺封じがあるんで、めちゃくちゃ便利ですね。すっかり忘れてた。使ってなかったからな。いや、まあ使うんだけど、結構便利なキャラなんだけど、使ってなかったね。うん。で、ここはもう、超必殺封じていきたいね。まあ、追撃プラス、あの、抜群で。まあ、唇のターンスキップもあるんで、強気に攻めていきたいよね。うわ、強っ。もうええけどな。おい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 、もうええけどな、言うて。倒してまうんじゃん、これ。OKOK。まあまあ、一発は入ったね。ただこれ、極ベジ入れん方が良かったかもしれんな。そこまで詰める環境ではなさそうだけど。まあいいや。さあ、こっからっすね、問題は。怖いのは。ああ!ああ、なるほど。必殺封じ入れてくんの。どぎついね。まあでも永続ではなさそうだな。確率っぽいね。違うかな。とりあえず、あの、打つ素振りだけ見せとこ。打つ素振りだけ。だよ、アイテム使ってるから大丈夫だね。かっけえな。うん、作ろうじゃん。やるじゃん。やるじゃん。いける。食らう。うわ、めっちゃ食らった。やるね。いいね。たまんねえな。オラをここまでワクワクさせるとはね。もうええよ。お、どうなった。あー、なるほど。ベジータ、そったりだ。はあ、これがスーパーサイヤ人ゴッドを超えたパワーだ。かかってこい、遊んでやる。遊んでやる。さあ、やっていこうか。どうしようかな。まあ4回攻撃あるんだったらちょっと避けた方がいいな。一丁いくぜ。でやー、ファイヤー。こっちに誰置いたっけ。あれ、誰置いたっけ。極ベジかってことは。そうだな、でも必殺封じやられてるしな。
悩ましいね。非常に悩ましい。いいか。打つ素振りだっけ。お得意のね。ああ、でもそしたらこれ打てねえのか。まあいいや、これでいこう。で、こっちでいこうか。これでいきます。なんだかんだガンマの方だったら守れると思うんで、まあ、ガンマ2号ちゃんでね、火力も出しつつやっていければなと思います。いいね、ピッコロさん。さすがピッコロ。カミコロさんは違うぜ。聞かなかったことに。どうするかな、次アイテム使わんでもいいかもしれん。悟空で、シンで、でもありやし、パイクでターンスキップするのもありやし。あ、でもね、50%。ああ、そうか。これ以上削らん方がいいか。じゃないとパイク使えねえもんな。パイクね、相手の HP が何パー以下っていうのもあるんで、何パー以上か。だからもう多分使えへんちゃうかな。ミスったね。パイク使えばよかったね。避けるんかい、お前。あ、いやいや、少ない、少ない、少ない。まあ、要するに次最悪死んでもいいんだよね。ここ。ほら、パイク使えないでしょ。パイク、確かね、HP、50% 以上だね。だからもう使えないです。はい、殴りましょう。てかパイクがいろいろから、こう下手にアイテム使って防ぐよりも、その死んだ方がマシかな。うん。ってことで最初全が剥がれてる悟空を置きます。これでダメージ与えてください。ああ、もう全然いい、全然いい、全然いい、それいい。むしろ死んだ方がここはいいです。はい、 OK。まあ、なんでかって言うと、そのパイクがね、結構脆いから、で、アイテム使って中途半端に、もう数万しかない HP っていうよりも、削られた方がいい。さあ、小鳥さん、ごめんね、また。また来てもらって。また来てもろうって。また、来てください。かわいそうに。その都度、その都度、お亡くなりになってるからね。ああ、そう来るか、厄介だな。で、ここでアイテム使います。ごめんね、ちょっと鼻がね、鼻が何なんだよっていう話なんだけど、鼻が出てごめん。あ、いいね、これ3つ取れるんだったら回避率上げよう。これでいきます。回避率はなるべく上げましょう。必殺は打てないです。打てないですけど、回避率上げるために虹キルマン3つのところを狙ったっていう感じです。まあ、倒せそうだけどね。はい、通常攻撃、ドーン。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。ヒューですね。なんか個人的に、ゴールデンクーラーの方が難しかった気がすんな。気のせい。ヒューの方がまだましやったけどな。めっちゃこんな感じですね。最初が必殺封じ入るんで、ピッコロと、唇で頑張っていくっていう感じですね。で、僕が勘違いしてたのが、唇が必殺効果じゃなくて、あ、パッシブでの必殺封じなんで、まあ多分一旦だけかな。だからまあ今回ピッコロ連れてきたんですけど、まあピッコロ全ガン持ちでダメ化もあるんで便利です。で、ガンマで最初は火力を出していく。で、2ステージ目に関しては、まあガンマないし、ワズゴクも火力出るんで、あとは、極ベジですね。で、技の極ベジの方は基本回避してもろうて、で、アクションブレイクをうまく使って攻撃を回避していくっていう流れですね。で、そうやな、あとは唇のターンスキップを忘れんようにっていうのぐらいかな。うん。まあ、とりあえず、必殺封じぶち込んでいったら多分いけるんちゃうかな。すげえ適当なこと言ってるけど、まあ、個人的にゴールデンクーラーより楽でした。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。